プレイヤーが発言します。はい、お願いします、うん。うん。ごめん、もう出るわ。占い師でした。五番さん白です。五番さん、白この医者が潜伏しようかなと思ったけど、うん？俺のスキルで潜伏してもねと思ったから出ます、ね。 えっと、例のは一周目に出てきてほしいです。麻、ま、薬、あの動きに関しては、まあ、結構この位置なんで、二周目言えるかなと思って、騎士に関しては二周目、まあ、その盤面整い次第言おうかなと思ってる。まあ、その、うん、まあ、ほぼほぼ分か,分かってそうだったらもう言わないでいいかなと思ってますはい。例の一周目に出てきてほしくて、まあ、例の基本多分釣り切ると思うけど、一周目出てきた方がまだ精査しやすいと思ってるから、例の一周目に出てきてほしいかな。はい。うん、あと、潜伏して黒いとこが例の出てきたらもう、 釣り切るしかなくなっちゃうから、まあ、例のに生使うのはもったいないと思ってるしね。うん、はいあ、かな、まあ僕目線5番さんが白って出てるんで、5番さんマックス強です。はい、かな。以上です。5番のプレイヤーが発言します。はい、5番です。よろしくお願いします。グラビット Jr. です。グラビット Jr. です。えっと、4番さんは私に白いますし、把握しました。えーえっと、そうですね。 うん、まあ釣り切りっていうあの例の太鼓出て釣り切りってなったら、まあ、村がそういう意向になったら、えー、と特に考察そこの精査は置いといてできるだけグレーに皆さん触れてってほしいなって自分は思ってますどうせ釣り切るなら多少の精査は必要だと思いますけどできるだけ、えー、と人外から釣りたいと思うんですけどまあどっちにしろ釣り切るって形になるんだったら 他のグレーに考察を落としてたほう、えー、とボロも出やすいというか出現とかもしやすくなってくるかなってに見つけやすくなってくると思うのでえきるけグレーに触れてってほしいなって思います山さんについては特に、まあ、印象と良くも悪くもって感じですね六番さんお願いします6番のプレイヤーが発言します はい、CEO、内です五、えー、番さんについては本当に霊能が2人出ることを考察しているように聞こえたので狂人じゃなないいのかなって思いましたねだから五番さんは日清であればあってろうただ狼で4号で囲うってのはないと思うので4強五郎ならありえるけどだから五番さんはかなりむら、うん、なんじゃないかなってのが現状の考察です。 はい、4番さんうん出るわ」ってまあシントも取れるんだけどそれやっちゃうとやっぱ偽臭く見えちゃうんでもう出るなら出るでスパッと出てほしかったなと思いますねうん若干偽臭く思っちゃってますよはいそのぐらいかないい、ね、この位置で落とせる考察ってこれぐらいです2周目グレー精査頑張ります以上7番のプレイヤーが発言します はい、えー、私、CEO します。私が真の占い師です。2番さんに白が刺さってますので、把握をお願いします。で、4番さんに関しては、えー、ローなのか、きょなのか、まだはっきりとは分かりませんが、人体確定ですで。4番さんに関しては、そういう発言でね、ちょっと新名を取ろうとするんだったら、ぜひやめてもらいたいですね、そこはね。で、霊能に関しては、絶対に1周目に出てきてください。えー、2周目の位置で出てきたら、僕は偽だと思います。はい。なので、必ずその人を釣り切りたいと思ってるぐらい、1周目で出てきてください。 で狩人に関しては、僕は21番面だろうと、22番面だろうと、僕は出てきてほしいですね。ただ、狩人の人があ絶対に白くなれる、占い師に入らないっていう自信があるんだったら出てこなくてもいいですけど、おできれば僕は出てきてほしいですね、えー。そんな感じです。で、5番さんのイメージ、えー、もうそうだし、6番さんもそうですけど、まあ、2周目ね、えー、4、7っていう形で占い師出てますので。 えー、それについてどう思ったのかとか、あそういうのをしっかり触れていってほしいなと思います8番のプレイヤーが発言しますはい、お願いします。8番です。えっ、ー、と、そうですね。4番さん、7番さん、占いに出てきて、2人とも一緒に出てこいって言われてるので、自分占いしよう。もうしちゃいますね。一週目なんで。<laughs> はい。えー、そうだな。占いしよう。じゃ、まあ、目線の話になっちゃうんだけど、自分死んだから、えのその、なんて言うんかな。 あの5番さんかな確か。え、例の釣り切り良くないんじゃないかなっていうのを多分4か5が話したと思うんですけど。はい。えー、そうだね。俺も色見たいから、やっぱり、グレーの。うん。やっぱり釣り切りっていうのは、ななね、うん、したくない。生存欲があるかな俺はね。ちょっと行きたい。うん、芯として。例のっていうのはやっぱ大事だと思ってて。うん、まあ、それら2周目またいろいろっていきます。で、まあ、そうだな。47の精査はまだついてないですね。 まあでも7番さんの言う通り、俺も騎士が自分が自信あるんだったら出なくていいっすね。うん。それだけかな。5、6は2周目、4も2周目、7も2周目。全9番のプレイヤーが発言します。えっと、8番は霊能なんですよね。はい。了解です。なんか最初、自分多分8番さん頭の中と口で喋ってることが逆だった気がするんですけど、霊能なんですね。霊能と思ってますよ。えっ、ー、と、で、 まず、えっと、一番良かったのは6番の5、白きが良かったなと思ってますね。えっと、4が強で、えっと、5に、えっと、囲えてた場合、5が2人間の釣り切りの話をする必要がない。ないしは4、5の初日囲いは薄いと見る。よって5が白いっていのはめちゃくちゃ良い,いと思いました。うん、6番の印象がすこぶる良いです。はい。占い審議に関しては、うん、現状フラットですけど、単品で言ったら7の方が発言良かったかな。 え特に、えっと、新占い目線で狩人が出てきてほしいというのは分かります。村目線ではまだ別の議論が必要だと思ってますがえ、その中で自信があるなら潜伏しても OK よと条件もつけていた。そこは結構印象良かったですね。はい。4番さんは何だろうな。潜伏しても良かったけどとか言わなくて良かったと思ってますよ。はい。そこは若干減点感な以上です。1番のプレイヤーが発言します。はい。47については、 まあそうですね、7番さんの方が、あのー、進行の話しっかりできてたかなというところなんですけど7番さんの位置であれば6番さんの精査とか5番さんの精査もっとしてよかったんじゃないかなと思うんでまあ2締目期待ですね7番さんは若干新名と言っておきますそうですね潜伏の話とかいらないですからねで6番さんの5番さんの精査は9番さんの言った通り良かったと思いますが4号の黒,黒を否定できる要素 足りえないかなとは思ってます。まあ頑張ってる姿勢は評価でいいかなと思いますけど、四、まあ、号がないっていうのは理由が不足してるなとは思いますね。八番さんはねあの占いですって言いましたけど、まあ多分例のなんでしょうねくらいかな。まあ九番さんと視点が間いかなってこところですね。また盤面固まってから話します。二番のプレイヤーが発言します。 はい、村人陣営、よろしくお願いいたします。1番さんの視点、俺ちょっと近かったですね。9番さんに突っ込みたい点は1つだけで、4号の精査が、6の精査が良かったって言ったけど、まだ4号キャンセルされる理由にはまだなんないかなと思ったから。うん。だからそこだけは9番さんをロックしない方がいいかなと思ってるから。で、6の印象がめちゃくちゃいいって言ってたでしょ。うん、俺6はね、 最初に言ってた、6番さんが最初に言ってた、霊能2人出る話を5番さんがしてるから、あ、うん、って強人かなっていう精査俺ちょっと分からんかったかなって思ったかな。うん、でも色落ちはなしっていう感じ。一番印象良かったのは1かなって思ってるかな。今んところ1が一番印象いい,占い。占い精査だったら、俺4まだ新名あると思うけどね。だって7番さんって一つ言ってたのがさ、えー、2周目でできた霊能は必ず2000みたいな形で言ってたけど、そんなこともなくないって思ったかな。<laughs> 自分が裏真の占い師だった場合って、霊能が2枚出てきたときって2回占,占うことがほぼほぼできるから、7番のそこは締めすはい、えっと、村人陣営でした。で、特に役職とかはついてません。<laughs> <laughs> えっと、なんか、占い師が2人出てるんですけど、なんとなく、なんか、4番さんのおどおどしたか、おどおどじゃなくて、なんかその最初の。 ちょっとした発言が私的には7番さんの方が信用できる方なのかなと勝手に思ってます。で、まあ、特に言うことはないのかなで、岸さんが出てきてないんですけど、岸さんは潜伏でいいかなと私は思ってます。シ岸の話は以上です。4番のプレイヤーが発言します。うああ、5岸か。 んまあさんさん言っちゃったからね。うん。三んりかなぁ。んさんさん。うん。まあでも、さんさん白だと思うけどね。まあさんさん白だと思う。その理由って、三番さんって、7番さんの方が真かなって。まあ俺のうーん、どうかなだけで、三番四4番さんの方が西かなと思うのは、俺は嫌だけど、三番さんが狼だった時に、俺にめっちゃ裏わまれるから、その行為って、なんか、さんさん村なのかなと思ってるけどね。うん。あと、6番さんも白いかな。5番さんって別に。 5番さんって1周目では4番さんのことは別にうーんまあ印象悪くも良くもみたいな感じで6番さんは若干ぶったたいてきたんだよねだから6番さんも裏なんでもいい覚悟があるように思えたから6番さんも白いと思ってて9番さんも6番さんも白いと置いた視点が似てたなと思ってるから、まあ、9も、まあ、白き多すぎるな白き多すぎるけど俺369は狼ないと思ってるけどねだから1か2だと思ってるけどまあうーん うん、黒を狙うなら、うん、1かな。1か2。まあ、2は釣れないと思ってるから一枚。まあ、でも、一番の発言で特に怪しい要素なかったけどね、うん。ただ、その俺目線の話で言うと、なんかね、結構俺叩いてくる人白だなと思,思ってしまうんだよね。やっぱそんな占い値入る行為としてると思ってるから。うん、まあ、でも、<laughs> うんまあ、5と8の釣りたいところでもいいと思うけど、めっちゃ3、白は出る未来しか見えんね。 3が釣られると思うけど。はい。うん。怪しく見てるのは1と2。はい。以上。はい、2章目お願いします。すみません。ちょっと7番さんのと時で、ちょっと AirPods10 切れちゃって、占い値が、えー、聞こえなかったんですけど、もう一度教えていただいてもよろしいですか申し訳ないです。2章。あー、OK です。ってことは、4番さんの発言は うん、今日グレーセイサーなのに1、2っていうところはちょっとおかしいなっていうふうに思ってますね。で、あと3番さん、あ,ありがとうございます。3番さんのラスト位で、えー、っと、次位上げないっていうのも、うん、あれだし、とりあえず今、自分、棋士出たんですけど、棋士、対抗ないんで、とりあえずいいですかね。まあ、とりあえず今のタイミングからまたパッて出てくるって、すごい、締め取れないと思うんですけど、なんで、とりあえず。 んでみていたただけたらなっってていう,ふうに思ってますなんで今日の釣り値、まあとりあえず3ですかね。3ともう一つランっていうのを8番さんに決めてほしいかな。8番さんのの角ですよね。決めていただいて、まあ2個釣り値上げといた方がラインとかも見えてきやすいなとは思うので。 まあでも8番さんが1か,か、一つで1本でって言うんだったら自分はそれに従います。自分はとりあえず3番さんあげといて、まあ今の4番さんの発言から、2番さん通りっていうかあげてるところから、まあ7番さんの方が締め高いなっていうふうに自分は思ってます。<laughs> うん、そうだなんだ。まあとりあえず今日は3ですね。まあ6番さん。うん。まあみんな印象いいって言ってたんですけど。 まあ、自分も、まあ、別に。悪くはないなって感じで。すね。六番さんお願いします。のプレイヤーが発言します。え、四七については、まだわかんないけど、四番さんは初秋の動きの印象の悪さがまだ残ってます。七番さんはその位置で5、五、六、二周目で片付けちゃう。九番さんの精査っていうのが、すっごい正しかったと思うんですね。 まあ僕白く置いてもらったからっていうのもあるかもしれないけど7番さんには9番さんの精査が7番さんの位置で欲しかったなと思うので、えー、そこがちょっと引っかかってるかなだからちょっと原点ありのフラットって感じですね9番さんはその位置でも結構グレーが詰まってる中で6を白く置いちゃう。 ってととこころでこれって村っぽいなと思っててて村ぽいな思1番さんは更に6級を村っぽく置いてるってのと4号の否定早いっての僕もすごく納得しました、まあ、こういう対話しながらあの進めていきたいなって思えたので1も9も釣りたくないで結構消去法になっちゃうんだけど要素も落ちてないんだけど3番さんが今日の釣り位置ってなってきちゃってます。2番さん片 えっと、僕の言ったことを聞いてないなって思いました。五はあって、今日かななんて言ってないです。五の強靭否定をしてますね。あの、まだ霊能が二人出る可能性をすごく本当に出ると思って追ってたので、強靭じゃないっていう精査を落としてますよ。だから、二番さんは聞いてないなって印象です。まあ、三つり。七番のプレイヤーが発言します。 はい、今の発言で6番さんがめっちゃ黒くなりました。2周目の4番さんの発言を聞いて47フラットに見えるっていうのはよくわからないですね。4番さん、3番さん、白だと思うけど釣りたいって釣り位置だって言ったんですよ。白だと思うけど釣りたいって意味がわかんないんですけど。そんなとこに縄を使う必要があるんだったら怪しいところをするべきだと絶対に思うんですけどね。4番さんの発言おかしいですよ、絶対。 それで47フラットっていう6番さん、めちゃくちゃ怪しいです、私。すごい6番さんだけに叩きますけど。で、56は2周目だって、私1週目なんで、今、えー、言わなきゃいけない発言とかいっぱいありますからね。だから5番さん、6番さんは2周目の発言聞いてっていうことで言ったつもりでした。今、現段階では6番さんがめちゃくちゃ怪しいです、単体で。 で、えっと、2番さん、若干、強じじゃないかなと、少し思ってきたのは、2番さんの発言の中で、私が2周目に出てきた霊能を偽に見たいって言ったのは、私が真の占い師だから、絶対に1周目に出てきてほしいんですよ。で、2周目に出てきたら、偽目に思いますからね、だから1周目に出てきてくださいねっていうのは、私は言ったんです。これ、絶対に真目線の話ですし、真の占い師だったら、絶対それは思うはずです。そこをわざわざ叩いてくるっていう部分に関しては、2番さん、もしかしたら強人なのかな、そうすると4がロー そうなると3、4、ロールはまずないと思います。そうなってくるとこれ4、6なのかなって若干簡単かもしれませんが、少し思っているところではあります。2を今日で置いた場合はね、うん。ただ盤面的に見ると、もしかしたら4の今日もあるのかな。2人外あ、6、9、1、3の中にいるのかなとは思いますけどね。僕は今日3番さんは釣り置ではないと思います。2週目発言きますが、今どう6番。8番のプレイヤーが発言します。はい。 えっとね、俺、一周目、なんだっけな。えー、自分のことを占いって言っちゃったのかな俺、それ自分でも気づかなかったんだけど、ごめん。霊能です。自分、霊能です。うん、で、そうだな、俺目線。えー、だって、日清洋1位でしょ。ね、えち、ー、ょっ待ってね。本当にこれ、狂、ね、人、人狼して、狂人、<laughs> 強仕事してんのかなって、ちょっと思ったんですけど、まあ、潜伏狂人っていうのもあるのかなってね。まあ、思って進めます。<laughs> えー、あ、そう。 何その対抗で、例の対抗で強靭が出るとしたの話なんですね。で、えー、そうですね、7番さん。うん、7番さんの発言、後半ごもっともなんですけど、4番っていうのは、3番は釣り位置に上がるかもしれないけど、俺は3を白で見ている、3は釣りたくないって言ってたと思うんですよね。うん。7番さん、初手からめちゃくちゃ4番のその発言、聞き間違いか、捏造か分かんないけど、 めちゃくちゃ叩いてたけど、多分俺、ね、俺が正しかったら、4番っていうのは3を釣りたくないって言ってたはずです。グレージで、一番発言がない、ムラリがない。そんな3番さんを、いや、でもさすがに、さすがにっていうか、でも3番さんっていうのは白かな、みたいな。うん、言ってたはず、4番っていうのは。でも、その4番は、んなんて言うんかな、片白の2番と1を釣り位置に上げてました。 うん、それはね、6か5も触れていたはず。うん、で、時間ねえから、印象論とかつけねえ,ねえけど、ななああどうしよっかな。俺にするよるやつがいるかもしれないんで、俺の釣り位置は言いません。以上。9番のプレイヤーが発言しますあ。えっと、釣り位置2本ぐらい出してほしかったっすね。LINE 見たかったんだけれども、3番だと思ってます、今日は、えー。なんでかって言ったら、両占い師が3番を釣りたくないと言っているから、えー、両占い師が新居、内しは新郎でも、 えー、両方の占い師が3を釣りたくないと言ってる以上3を釣るべきだと思ってますね。うん、えっと3を釣りたくないという理由がどっちも全然不完全だと思ってます。4番は3が白だと思っている。けれども、なのであれば他のグレーに行きたい。けど3がなんで白に見えるかって4番は、えっ、ー、と対抗を新上げしてるから、占い師に入るから。いや、てかもっとストレートに、なんだろう。えー、4目線、例えば37ローローで普通に、なんだろう。 何か見方が分かっているから3は7の新上げしにいたとか思ってもよかったんじゃないですか、うん、で7も7で、えっと、4が3を行きたくないから3を外したのよく分からんし6があ,、まあね6番さんの、えっと、フラットってのはちょっと僕分かんなかったですね4番の方が偽かなと思いましたけど2周目聞いて、えっと、3の外し方が不自然極まりなかったから7の発言を聞く前ね6番さんの位置でははい。 ですが、現状フラットだと思ってます。なんでかって言ったら2が黒いと思ったから、肩白だけど。2番は1に同調して、でも96に若干文句があると言って、でも1は96を新置きしてるんですよ。で、新置きってか村置きしてるんですよ、1周目。45朗朗の線を1周目、えっ、ー、と、可能性が低いかもしれないってい自分たちは言ってるつもりなんですけどね。僕はそう捉えてますよ、6番の発言を。で、少なからずとも自分もそれは注意して言ったつもりですけどね。うん 今日は3に入れますけど2が怪しいと思ってます以上です。6は占いちゃうしまあ可能性が低いっていう理論も別に通ってないですね。まあいいや。今日は3番でいいんじゃないですかね。うん。えー、まあ両方ともが3番を間接的に守ってるところと、あとね、えっと7番さんに言っとくと、 8番さんもちょっと聞き間違いかなって思うんですけど4番さんは黒狙うなら1で今日は3が釣られると思うけどって言ってますね。3がらられると思ううけど黒狙うなっって言って言ます、ね、そこで7番さんはまあそうだね釣るっていうニュアンスに取ったのかな。まだとしても1黒狙うなら1って発言拾うべきだから4七に関しては。 まあ、分かんないですね、まあ、9の言う通り三4番さんが3を村6を村9を村っていう理由としてはちょっと薄すぎるのでもうよく分かんないです7番さん単純にまあね造ってなっちゃうかなとこですねで7番の6が黒いっていうのもまあその続きで言うと成り立ってないですねまあどうだろう 9番は4が偽って思ったのか、まあ別にそんな,なんかそんな差はないですけどね個人的にはまあただ7番さんの2が強人っていう視点は確かにしっくりはきましたね、うん、2周目出た例のは偽発言っていうのは偽要素じゃないですかね全然が3で 2>, 2番のプレイヤーが発言します はい、発言します。俺は1行きたいですね。1級人外かなって思ってます。えっ、ー、と、理由に関して、まず、えっ、ー、と、7番、あ、そっか、そっち先言うか。えっ、ー、と、1番、今、えっ、ー、と7、7が言ってた、えっ、ー、と、2周目出たやつが偽って言ってたのは、言ってたのに、噛みついたのは俺ね。俺が7に対してそれ指摘してるから、今、1が 7, 7に対してそれって言ってたけど、違うなーってきそ、違うなーって思いましたね。で、単純に3の HP が低すぎる。 3番が人外になったときって、霊の使用した方がめっちゃ人外的には利があるから、3がそこで潜伏する意味あんのかなって思ったかな。うん、あんまり意味がないと思う。で、7番が言ってたんだけど、俺の強人がめちゃくちゃあるって言ってるけど、俺、1日目え7殴ってんだよ。わかる ?7 殴ってんだよ。俺がもし強人だった場合って、7が新起きされ新っぽいって8、9、1が言ってる中で、俺って4をゴリゴリに殴ればいいんですよ。で、4の占い位置に入って、俺が強人で白隠すれば、 めちゃくちゃ利があるじゃないですか。にもかかわらず、俺、7の方が偽って言ってんだよ。8、9、1が、4が,あ4が偽、7が新っぽいって言ってるの。そこのそこ、そこが俺が強靭要素になる,なるっていう7の指摘も分かんないし。で、9番も俺がおかしいって言ってて、2が怪しいって言ってて、その,そのね、指摘が俺、また不当だなと思ってたんだけど。 で6番さんが9がなんかしそのあの時点で私を白く置くのが白いって言ってたけど多分そこまで考えてないと思いますよ。後の123がまだいるにもかかわらず6を白いって言ったら9が首を絞めるって言ってたけど多分9番さん視点そんなにそこまで考えて発言してるとは俺は思ってないですね。1に行きます俺。なんでそれで1になるの <laughs> はい、えっとあのー、ちょっとみんなの意見。 ちょっと頭で結構混乱してごっちゃごちゃになっちゃってあんまりその考察が伸びないんですけど私が結構票を入れられることは確実なのかなと今のところ思っていますで私が今怪しんでるのは4番さんで、えっと、4番3目線だと、まあ、7番が強人か人道なのにあんまりその何て言うんだろう敵視敵視っていうのかなその 自分が本物なのであれば7番さんをもっと叩くべきなのかなと思いました。え、まあそれぐらいですかね。はいじゃあもう終わります。全プレイヤーの発言が 投票が終了しました。追放されるプレイヤーは3番、3番の遺言を発表してください。はい。<laughs> えっと、私本当に白い村人だったので、まあ、そうですね、村人の皆さんには頑張ってほしいです。じゃあ、以上です。夜が更けました。人狼に気をつけてください。涙の数だけ強くなってくれ。 ここ最初速攻釣られたからな、人狼はずらくき夜が明けました昨夜は誰も死にませんでした発言ターンに入ります5番 のプレイヤーが発言します。はい。おお、黒かい。ジロー8いったんだ。うん。えっ、ー、と、4番さんが。やっぱ落とすべきだな。あ、白角っすね。えっ、ー、と、6番さん6白。いやー、これ、3が黒なら、74に今日がいるんじゃないですかね。あ、74に今日の。 いやーでも発言すごい位置が黒かったからなふわふわしとったし<え>うんまあ今日は占い精査っていいと思うんですけどうんんせ俺が最初だからな両方聞いてないっていうのもあるしうんまあ2周目聞いた中でもやっぱり4番さんの最初の2を釣り値投げたことが一番一番引っかかっててうんでとりあえず今7番さん死んでみてますね うん、で、うん、まあ自分も2の今日はな、うん、追ってないんでまあ自分はムラ置きしちゃってますね2番さんのことは。なので、うん、どうすればいいんだとりあえず今日4七の精査ででも1がすごい黒いんですよねでも1ってまあ4殴ってるんですよね、うん、どうだろう うん、四殴ってたっけ。うん、まあ、とりあえず、今の段階では、自分は四から行きたいなと思ってます。伸びなくて、申し訳ないです。六番。のプレイヤーが発言します。うん。占い新居で見るんだったら、一九詰めれば勝ちなんですけど。一九難しいね、でも。一の黒い要素って、何、んだろう。 僕は一番さん全然黒く見えてなくて分かってないっすね。うん。3で黒落ちてるんですよね。グレーいけますけど、1本少なくとも。もし、むしろ47新居で送くなら1級詰め切ってくれれば村勝ちなんだけどな。でも、占い進路を追んだったら占い。 ローラした方がいいいと思いますけどね。っっ7番さんに不当に叩かれたから7番さんにちょっと痛い,いなって気持ちになっちゃうけど <laughs> ただ4番さんの新名があるわけじゃないんで、うん、8番さんどう思います占い心境それとも進路僕19から全く黒要素を拾えてないんで、うん 内進路に見えちゃってんですよねどうなんだろうまあどっちの進行もありだと思ってますよ3番さんはでも47どっちもつながっちゃうんだよなうんまあ7番さんの発言8番さんの方針聞いて決めますはい以上7番 のプレイヤーが発言します。はい、六シロでした。で、六番さんその不当に殴られたから奈に行くってのやめてくださいよ。あのそれ私の仕事なんで。六番さんシロでした。で、やっぱりね、俺はね、二番さんの共鳴っていうのは絶対否めないと思うんだよね。うわ、ん、かる。奈が真を嫌されてて奈々を偽だって言ってるんだよ。いやいやそうじゃなくて真下げしてるんじゃないかなって思っちゃうとやっぱり四がローかなって思っちゃって俺は三四かなって思っちゃうんですけど。 うん、で3人行ったのは、あくらかやっぱ1周目も2周目も発言が伸びない、だから3番の発言を聞きますけどっていうのは普通、えー、2周目に話したと思います。で、6を占いましたっていうことね。3、4、でもこんな露骨に4番さんが3を白いって言うかなっていうとも思ってるのだから、確かにここで3番の黒が1本落ちてるわけだから、グレーに手をかける余裕はあります。ただ んただ僕的には2が強で3、4なのかなって、やっぱ2が強だと思っちゃうので、3、4なのかなって普通に思っちゃいますけど。うん、4が強軸だとした場合に関しては、6、9、1なんですけど、あ、ごめんなさい、9、1か。9、1なんですけど、そこは6番さんと一緒。俺もね、9、1に黒要素はね、見つけられないんですよ。だからこそ僕は4番に行きたいかなって思っちゃってるんですけどね。これ、ダメなのかな。そこは、 うーんどうなんだろうな。で、5番さんの言う1番さんがふわふわしてたあんまそうは思えないんだけどな。うーんそこはちょっと違うかなって思っちゃう。だから、9、1に黒が追えないから、やっぱり4が黒なのかなって俺は思っちゃいます。4行きたいです。8番のプレイヤーが発言します。はい。 まさかね、3番で黒1本釣れると思ってなかったんで、結構嬉しいっすね、今。えー、そうっすね。まあ、6が言うように、俺も1級の精査落ちてないんすよ。うん。いや、俺が霊能で申し訳ないってぐらい、本当に落ちてなくて。7番っていうのも、うーん、そんな出現っていう出現がなかったんですよ。出現っていうか黒要素っていうのが。4番3っていうのが、 まあ4もあ,あ、違う、4七信教で、あ,あ、信牢で置いた場合、4をローと置いた場合ね、えー、っと、もう3が使えなすぎて、その4目線。うん。3を釣るしかないってなったときに、自分一人、あの、あ,あ、初日に1本ローが釣られてしまうと、使えないとか言わない。ああ4番目線、だいぶきついわけですよね。うん。なんで、 そこでちょっとね、3番3には行きたくないっていうのが、まあ、隠そうにも隠しきれず出ちゃったんじゃないかなって、まあ、思うんすけど、うーん、まあ実際俺もね、3を白で見てたし、でも発言ねえからとりあえずずっとくかみたいな。9、1に精査つかねえし、3行くかって感じで入れたんすよ、僕は。まさかの黒。うん、4番黒に見えちゃうんすよね。 まあでもグレーン行く余裕もあるんですよね。うん。そうっすねー。まあ自分。うわぁ、グレイメージ。いや、どうしようかなー。4。9番。どっちなんじゃい <laughs> わからんけど。<laughs> えっと、自分は今、えっと、三四ローローで2強が一番強いかなと思ってますね。2の発言、やっぱりよくわからんかったかな。二、うん 19ローロで見て、なんであなたの頭の中から3や6が消えてったんだろうねってめっちゃ不思議だった。あと自分が狂人じゃない弁明とかそんないらないから、2>, <laughs> 2が村だったらグレイセイサーもっと3、6もっと触れたりとかさ、と思ったんですけどね。<laughs> ただし、えー、と2を狂人で置いた場合って、えー、と1の AO は村が確定するわけではないので、そこはわからんですけど。 えっと、3黒、えっとね、自分の村ラピしますね。えっと、3黒落ちてるじゃないですか。えっと、占い師が3行きたくない、3行きたくない。えっと、5、6番3、8番3に関しても3はわからん。でも、釣り位置に上がるかなと言ってる中で、自分とどめを刺すかのようにめちゃくちゃ3釣りをしてます。うん、それ言おうとしてた。両占い師が3を釣りたくないと言ったから 100%3 釣りますみたいな。はい。これが村ラピだと思ってます。はい、えで、うん、グレー釣り切りが飲めないってことを言いたいです。はい。えっと、うん、いいよね、それで。<laughs> いや、進路だと思うけど <laughs>。だって両方とも3釣りを拒んでたでしょ。47釣り切りで終わるんじゃねと思ってますけど。グレイチも含めた釣り切りだと2の強があって釣り順番間違えたら負けがあると思ってるので、それがちょっと怖いかなって感じ。結局どっちやん ?8 番さん。この後の発言あれっすよ。2の強の要素があるからどっかにしてるとかできないっすよ。はい。ので僕は自分の意見を持って4に入れます。4でなんなら終わると思ってます。以上。1番。 のプレイヤーが発言しますそうっすねえー、っと1級を同列に扱うのがよくわからなくって1級を同列に扱うのがわからなくて9番さんも言った通り自分9番さんがとどめさせたんで3番さんのだから1級の黒要素は拾えてなかったとしても9番さんの白要素は拾えるでしょって思ったかな。 6番さん、特にそこはちょっと不自然だなと思ったかなで9の白予想を拾えるんだったらもっと話突き詰められたんじゃないかなと思った言ってることは間違いじゃなかったけどもうちょっと進められたんじゃないかなと思いましたね6番はねえー、でそうだな。まあ、結局2番さんって結局オオカミだった3番さんを守ってたよねどうまあいいや2の話はいっか まあ2強の4七新路で堅そうだけどなまあもし4七が新居だったら7強の6郎とかもあんのかなと思うけど素直に素直に3四牢かな分かんないけどで今日黒釣れてるから後々ロラは完成できるんでね4七釣り切れるんでまあ終わらなかったらその後考えればいいんじゃないですかってとこですね6に関して って言っとくと、1級を同列扱いした、白要素を拾おうとしてる姿勢が見えなかったのがちょっと引っかかってるかなぐらいかな。まあ割りそうですけど、ね、日本なので。2>, 2番のプレイヤーが発言します。うん、どうですかね。一番、うん、一番3で昨日一個気になったのが、えっと、一番3視点で、 あーいかかこれ黒なんのかなの最初一番さんはあ3でいいんじゃないって言ったのを覚えてるからだから一番さん視点強人で3いったら黒が、えー、3が黒っぽいけど3を落として白だったらラッキーぐらいに考えて強人かなって今思ってるからだから一級で9番さんに言い返したいんだけど俺は一級ローローなんて一言も言ってないから一級陣外って言ってるから、ね。 だからし、占い新郎で1番が、3番が黒だったらやばいけど、まあ、3番釣り寄すしかないよねって言った1番狂人の9郎はあるかなっていうふうに思ってた。うん、9番って謎に7ばっかり新上げしてるし。だからこそ、7、級郎とかも見えるから、俺は7の新を下げた。で、もう、ああ、もういいか、もう俺の狂人否定してもし一緒か。 じゃあ、俺が強人じゃないっていう否定,否定しても一緒だから、俺はじゃあ、占い師に必ず行きますって言ってきますね。俺が強人だったら占い師行けないから。<laughs> で、今は、<laughs> 今は、さっきは1が強人かもって2、2一目は思ったけど、<laughs> 今は6が強人かなと思ってるかな <laughs> 6の発言で1級つり,、えーえー、り切りっていう発言が出たってことは占い師に行きたくないってことだから、6の強人は今思えるかなと思ってるかな いはい、私は占い師に行きます。まあいいんじゃないですか。47どっちもローラーして。4番のプレイヤーが発言します。えーっと、お願いします。じゃあまず俺のことを強靭で見てる人いるんかな。俺のこと強靭で、私5番さんだから、5番さん俺のこと強靭で見てるけど、俺今日2番さんにしろ打ってるか、2番さん隠しろにしてるか、俺の強靭ないってこと分かってほしくて、3、4ローラーで見てる人いるんだけど、3番さんでにはずっと俺の二せいを下げて、せい曲俺に入れてるんだよ。 それで3、4ロ、ローで見るのは分かんないけどね。まあ、俺3番さん白だと思ってるからね。まあ、その発言は確かに間違ってた。それは認める。間違ってたけど3番先の俺に入れてるんだよ。それを見てほしい。で、今日7詰めてくれない ?7 詰めて明日6占うから。で、6、白だったら6角白になるでしょ。そしたら1級どっちか狼じゃん。うん。てかその3、4がマジでないって。3番3的な俺に入れてるんだよ。 3番さんで黒釣れてるんやったら俺今日グレーに行きたかったけど。うん。まあ、それでもいいな。うん。俺は番さん白取ってるから、っっからで、6番さんがずっとダラ叩いてるんだよね。まあ。うん。が強靭に見えて、囲ってほしかった6狼っていうのもあるかもしれないけど、ないよな。うん。まあ、7狼だったら別に釣り切りで勝てるから別に飲めるんだけど。 七が今日俺釣り行こうって言ってるから七ってもう明日釣られるじゃん絶対だから七今日じゃないかなと思ってるからうんだから7から詰めてほしいうっ、ん、てこんなこと言ったら俺も教授に見えるかもしれないけど俺今日2に隠しろ作ってるから今日7から行ってくれないマジで、うん、7行ってくれたら俺明日釣り飲むからさうん うんごめんそれしか言えんは俺の HP が低いなわかってるけど、ねるはい、以上全プレイヤーの発言が終了しました。じゃ飲んであげるか。これから投票に私はただの石私はただの石私はただの石四釣りなんだ。 投票が終了しました。追放されるプレイヤーは4、四番、の遺言を発表してください。はい、これで七目線、俺、強人でしょ、俺、強人で、二に隠しろ。作るメリットないから、七、二千でしょ。もこれで分かったでしょ。はい、いや、まあ、ごめん、怒ってるわけじゃないけど、じゃあ、ほんま、四、七つってほしかったんだよね。だから、六と九が狼だった時でも、絶対釣れないやん。だから、下六隠しろで九一精査したかったんだよ。 うん、まあい,いや、7の色。わかんねまあ。まあ、9は3と通をしてるから、白だと思ってるけど、うん、1も今日7入れてるんでしょ。うん、まあ、絶対、まあ、俺釣られる流れだったから、まあ、1がライン切ったっていう線もあるんで、ね、なんか1が今日7に入れて、これは俺が多だったら7に入れないよみたいな。<laughs> 何同<の>したらダメなの,かいあのそれはわかんないな。うん、ごめん、わからんわ。 分からんよ、占いってないもん。<laughs> もしたかったら分からないと思うけど、ね。7強で691にどっかに一度以上。みんな自分の強人否定するやん。 一だったらだるいなぁ夜が明けました昨夜は一名の方が亡くなりました八番九番のプレイヤーが発言しますうん一黒一番の黒要素って。 どうなのなんかそんなにあるわかんないんだけどな。<laughs> えっと、4番に入れた理由は4が6隠しろって言い切ったからね。うん、いや4目線6隠しろかどうかわからんでしょ占ってみないとって思ったから4に入れました。ね、はい。な、なんかね、えー、いや、これ新教もあんのかないや、4の発言が偽にしか見えなかった6隠しろ発言がね。遺言でもまた言い直してたし。意味がわかんなかった。 新でもさ、新教でさ、例えばじゃあ、7が強で1に黒打ってるちょっと待ってね。うん7三郎々だった場合、いやー7三郎々だった場合っていうのは、うん、いや、でも、うん、やっぱ普通にあれかな。 でえっと、4で終わらないのであれば、4の意欲で7でもいいかなと思ってるから <laughs>。要は、えっと、3番が、えっと、そういうテンションの人、要は何だろうな、えっと。えっと、ライン切りとかそういうことはできない感じの人と素直に受け取って、うん、4に入れた。7のシーンを初週上げていた初日ね。と取って、7、す <laughs> り切ってもいいのかなと思ってますね。で、終わんなければ地獄だなってちょっと思ってます。 そんなとこですかねはい以上です1番のプレイヤーが発言しますまあ、確かに4番さんのあの6角白って発言は6の白分かってんのかよっていう感じだったけどまあでも私も昨日説明した通り 1Q は同率じゃなくて Q は圧倒的に白い要素を拾えるでしょって話があったと思うんですよねで斜め線6裏なってるでしょで私は Q を白弾きしてるからもう7って 占いの仕事終わっっててるなと思って4が言う通り6四がまあ6占うなりなんなりすれば情報落ちるかなと思ってそれだけであの7に入れましたね7番さん私の黒要素えー、なんだ特に黒要素ないって言ってましたけど黒をせあの何証明証明説明してくださいね7釣りで 7三7三終わらなかったらやっぱね1九を同列扱うのはやっぱ最終日まで見越してるよねどう考えても9の白いそ振りうべきだし9自身からそれ言わせちゃいけないと思うしね結局9自身が言ったけど3をトめムさせたのは俺じゃんってただ まあ2が強人にしか見えないからなずっと1強人とか言ってり6強人とか言って強人探してんだよ強人が強人が強人塗りしてんのよ7で終わると思うけどね、まあ、占いローラー続行で7いってくださいねかな7で終わるかなまあ1級一級の黒安を拾えなかったとしても9から白安を拾えなかったのがおかしいって話72番のプレイヤーが発言します はい、発言します。えっ、ー、と、今日は7に行きます。で、えっ、ー、と、明日僕が残す、ああ、そっか、4人盤面になるのか、結局。まあ、いいや。俺、明日の投票位置は1ではないと思ってます。1には多分絶対行きません。1は強靭はあっても、黒はないかなと思ってます。だから、僕を排除しないと、狼はえは、ー、1が狼だったら僕は残した方がいいけど、えっ、ー、と、9、6にいるんだったら、僕をかまないと、 えーっと、勝ちはないですね。7強人の場合で6級に狼がいた場合は、僕噛まないと。なな勝ちはないですね。僕は明日必ず6か9に行きます。1には行きません以上。5番のプレイヤーが発言します。はい。ということで、2番数今引っかかったんですけど、1がマックス強だったら47で絶対落ちてるじゃないですか。今日7行けば終わりじゃないですか。それで終わらないっていう発言がすごい気になってます。 でうんでもまあ今日とりあえず7完成は絶対だと思ってるんで7で七で終わらなかったら2の強陣も、えー、と否定される2が、えー、と隠し,ろな隠しろっていうか、うん、村で確定するのでうんまあとりあえず今日は何が何でも7で落とさないと勝てないと思います。今日196うん。

指摘してた4の格白っていう意味は多分、今日7を落として、今日生きてたら6を占って格白にしたいって言ってたと思うんですよ。これが自分の、えっ、ー、と、それがおかしいっていうんですけど、多分4は7を昨日、えー、と追放して、今日6を占うことで格になるっていう。その結果を知ってんだ占って格白にしたいって言って、1系の精査にしたいって言ったと思うんで。 多分そこは違うんじゃないかなっていうふうに思ってます。今日は7です6番のプレイヤーが発言しますえっと47心境で見ちゃってるんだけど3釣られるのってもう決まってたじゃないですか。えー、っともう8番さんの発言が終わった時点で3釣りはもう確定してると思ってるんですよ。だから3を釣って勝てる、えー、道を えー、9か1かどっちか分かんないんだけど7進っぽいから1かなとは思ってんだけどえー、っと3号として勝てる筋ってこの占いロラを完遂して、えー、その後の決め打ちで勝つですよね。一番最近の7投票してますよね。まあひっくり返んないの分かってたと思うんで、うん、あんま黒要素にはなんないかな。 1> で1も9もだけど2に強塗りするじゃないですかこれって占いロラを完遂させるための発言だと思っていてなので1九にラストウルフだと思ってんだよな、まあ、今日7行くんだけどうん9もとどめ刺したって言うけど 3級でもラインバシッと切って最終日勝つための準備じゃないんすかって思い始めちゃってますねうん7芯でおいたら9つっても明日が来て1に行けるそれでもいいなと思ってるけど、まあ、7番のプレイヤーが発言します はい、お願いします。6番さん、も私、真に見てくれてるんだったら、1番黒でいいじゃないですか。<laughs> もう何なんですか、6番さん。で、1番さん,ん,ん僕の二戦目上げてくれなんて、1番さんの2戦目って言ってましたけど、1番さん、私、7に入れたのって、仕事が終わってるからって言ってましたけど、私、仕事終わってないですよ。<laughs> 昨日の夜の段階では。だって、1級まだグレーじゃないですか。どっちに黒がいるのか、村に落とせてないのに、仕事どうやって終わったって言えるんですか。うん、だから、7に行ったっておかしくないですか、どう考えても。 ただ、村の意見は分かる。47で、まあ、4が今日でも落ちてるからいいんですけど、だから2番さんずっと今日塗りしてたのは申し訳ないんですけど、4が今日で僕が真なんでいいんですけど、ね。でも僕はサクッと終わらせたいんで、7つるのは分かります。でも1行きます、僕は。だって僕1黒見えてるんですもん。はい。これで13ローの4強陣だったっていうことだけです。ただ、村の意見は安定を取りたいんだったら7釣りいいですよ。7釣っても明日来ますから。 でも僕目線は1の黒が見えてるわけですから1に入れます。はい。みんなだって私を死んだと思って4に入れてくれてんだったらそれを最後終わらせますよ。なんでまだ今度4日目を迎えようとしてるんですか。で、さっきも言ったけど、一度、一番さんの素っつうのはそこね。うん。結局、僕に入れて仕事終わってるなんて僕絶対終わってないですから仕事。はい。という感じだったんですかね。まあ一番九1に関しては申し訳ないけど、一番色が見えてなかったです、正直。 だからどっちでもいいかなと思って。だって9番さん白だったら確に、ね、必然的に1が黒だし9が黒だったら1が白だしもうだってね26で出してるわけだから今日は1番釣りしかないです。お願いします。全プレ 投票が終了しました追放されるプレイヤーは7番終了村人陣営の勝利です間違えました無理っすよ地球が白いんだもんマジ無理マジ無理狂人かもう最悪三で最終だって三噛まれちゃうんすもん5を噛うんべきだったんですね初日黒出てるわけだから何村だったんだごめんなさい <laughs> いや、ほんと、え、狂人どこだったんすか ?6 です。<laughs> ほんとにごめんなさい。まじまじ、あれ、初日あれですよね。例ので3番の相方がつられちゃった場合って、もう5のカリオド行くしかないんですよね。カムのいや。いや、うん、レカミチャレンジはありですよ。うん、え、でも結局、今みたいな状況になっちゃうじゃないですか。カリド出てきちゃって。いや、どっちみち。 あれかもしれないのかうマ、ん、ジりりけない,けい,いわ。歴史でずっと生きてたの初めてです。ありがとうございます。あそっかそっか、名は変わらないもんね。そうだ。いやー、マジきつかった。ミスりました。ありがとうございましたごめんなさい。三ンローだったら負けって思って3だった。いや、そう、初日黒使われたらそうですね。仕方ない。本当その通りですよ。